こんにちは、萌です。今日は外に、ペイントをしに来ています。ここ今日はこういう道路にペイントをしています。ちょっと長期のプロジェクトですが、こんな感じです。こんな感じということで、道路ペイントどうやってやるのかちょっと見てもらえたらと思います。デザインはもちろんこの場で決めてるんじゃなくて、事前に決定したものを使ってやります。で、今白い線が書いてあるんですけど、これはチョークです。チョークを使ってこうやって下書きをしていきます。ちょろちょろって書いてあるのはここ塗るよっていう、私の自分で分かるようにサインをしています。サインというか、マークをつけてます。こんな感じです。で、このチョークなんですけど、今回すごく広いので先に下書きをしてやるんですが、全部下書きしてしまうとチョークっていうのは水で、消えてしまうので、雨が降ると消えちゃいます。なので、次の日とか雨が降らない時までにできるところだけこういう風に下書きをしています。で、ここ塗るところなんですけど、今回まっすぐの線が多いので、こうやってマスキングをしています。これ養生テープです、普通ので。これも雨に濡れると取れちゃったりするので、雨の降らない時だけ、書く直前にやってます。もちろんこういうカラーコーンを立てて、人が入ってこないようにしてます。で、この、線とかはですね、メジャーで測ってやっていきます。で、ここ塗って、すでに塗ってるとこなんですけど、こんな感じで塗っています。で、この、チョークの線は消えるので、後で消えるのでね、問題ないです。そしてこういう工事現場、今まだ工事している最中なんですけど、工事しているところでこういう砂が多いところ、土とか砂ばっかりのところっていうのはめちゃめちゃ砂が飛んできます。コンクリートにこうやって砂が入ります。なので、このまま描いてしまうと、特に今回は白い線ばっかりなので、白がね、茶色くなってしまいます。なので、この砂を取り除いてから描きます。ということで、こいつブロワーを使ってます。今回はこれはお借りしました。このブロワーで、しっかりこの砂を取り除きます。そしてこのブロワーどんな感じかっていうと、こんな感じです。ちょっと分かりやすいところ、この辺もやっちゃったので、こっちからやりたいと思います。こんな感じで家がここに建つんですけど、家が建つ前こうやって砂をこうやって埋め込んでいるので、家が建つ前はかなり砂ぼこりがすごいです。はい、ということで行きます。こんな感じのところ、ちょっとうるさくなりますが、行きます。
ブロワーを使って床をきれいにしたら、チョークで下書きをするんですが、下書きをするときに普通のチョークと黒板に使う消えるチョーク、そしてこれを使います。これです、チョークライナーです。これ私はアメリカでずっとチョークアートするときに使ってたものを持って帰ってずっと何年も使ってるんですが、多分10年ぐらい使ってると思います。これを使います。で、日本にも普通にホームセンターに売ってます。こういう作業するときに用に売ってるんですが、これにどうやって使うかというと、こうやって、ここにこういうふうにチョークの粉を入れる場所があります。なのでチョークの粉を、すごい風が、これもホームセンターで売ってます。このチョークの粉をこの中に入れて使います。で、このチョークライナーなんですけど、紐が入っていて、その紐にこのチョークの粉が絡みついて、つくっていう感じです。で、このチョークのこの紐を引っ張って、道路に跡をつけていきます。で、それで、ピンと引っ張って押さえておいてパシッて跡をつける感じです。ちょっとわかんないから、ちょっと写したいんですけど、どうやって写したらいいかな、ちょっとやってみよう。こういう感じでこの側を押さえておいて、重しとかで押さえておいて、こう押さえて、こっちも押さえて、この間をピンとすると、こうやってまっすぐな線ができます。こんな感じでまっすぐな線を描きます。で、短いこういう線だと物差しで、できるんですけど、長い線、何メートルもある線だと、こういう線だとなかなか物差しだけじゃ、引けないので、こういう、これも線です。ナオチョークライナーで描いた線なんですけど、こういうやつを描いていきます。このチョークライナーなんですけど、まっすぐの線に使うので、カーブとかはなかなか描けないですが、こういう風に使っていきます。で、私がチョークアートの時に使うのは、グリッドを描くためにこのチョークライナーを使ってます。なので、グリッド、まっすぐなマス目を使うのにいつもこのチョークライナー使ってます。で、床だけじゃなくて壁に何か描くときとかも使えるので、もし、使うことがあれば、ちょっと概要欄に貼っとこうと思います。あと、チョークライナー、今私白使ってるんですけど、私的に白が一番見やすくて、分かりやすいので白をいつも使うんですが、ホームセンターにはいろんな色があります。ピンクとか黄色とか、紫、青とかもあります。なので、例えば白い壁とか白い、床に描くとき、ただその色を落としたいときっていうのは、そういう色がついたものをおすすめします。はい、ということで今回は、道路でペイントをしている様子を見てもらいました。また完成したらインスタの方にアップしたいと思うので、そちらも見てもらえたらと思います。